カレンさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、白猫テニスシーズン3の、まあ、新情報が少し公開されたんで、こちらは今回見ていきたいと思います。まあ、前にね、伝えた通りですね、シーズン3は様々なキャラをゲットしやすく、さらに、ま、昔のキャラクターを強化してくれるっていうことでね、また、ま、新しいことになっているんですけど、まあ、その報酬調整についての内容が本日公開されました。まあ、シーズン3のお知らせにて様々なキャラを獲得しやすくするとお伝えしておりましたと。で、6月19日、まあ、まだ なんですけど、まあそこからですね。一定数集めるとキャラガチャで超絶レアが確定で獲得することができる。超絶レア確定権と交換できるまあ、超絶レアメダルっていうのが新登場するとまあ、見た目に関してはね。以前出ていたかなと思うんですけど、まあこれがねまあ、1週間後からまあ、始まりますとで、それに伴い下記の場所での獲得できていたガチャポイントをはじめとしたアイテムを一部変更いたします。ということで、まあ、一部って書いてるからガチャポイントのね。精度がまあ、完全になくなるって言うわけではないんか。 かなともしかしたらなくなるんかなそれはちょっとわからないんですけどとりあえずですねまあ、このタワー到達報酬なんか何階に行ったらガチャポどんだけもらえてみたいなまあ、そんなんであったりだとか応援ルーレットでもガチャポイントたまに入ってるかなと思うんですけどまあそういうので獲得できていたガチャポイントに関してはこの超絶レアメダルっていうのにまあ、変わっていくという感じになっていますと。 まあさらに6月25五からはチーム対抗戦のリーグ報酬であったり、まあ次のシーズン戦に関してもですね、まあガチャポがこのね、新しいものに入れ替わるっていう感じになるので、これからマシでガチャチケとか使わんくなってくるんかなって感じもするんやけど、ただあれやんね、このツーイークチャレンジとかデイリーミッションに関して何も言っていないから、まあガチャポの存在はまあありそうな感じはするけどね、 ただ、まあ、これって何、どんだけやったらね、もらえるかがわからないですよね。その超絶レアのやつって、まあ、星5確定っていうことでしょ多分。っていうことは、今って確率としては、まあ、あの10、10%の確率で星5のキャラクター、星4のキャラクターが出るみたいな感じになっていますんで、まあ、10枚ぐらい集めてみたいなことになるんかな。ただ、その難易度によるよな、応援ルーレットとかでもさ、これ8個あるから、まあ、8分の1の確率で、ま、ガチャポ出て、で、まあ、10ガチャポやから、多分ま、10ガチャポは まあ1枚みたいななな感じなんかなでそれを10個集めて超絶レア確定券と交換してそれでまあ星5確定チケットと同じような感じで引けるみたいな感じになるんかなそうなってくると突ルーンとか結構なんか,かなんか少なくなってくるような気がするんやけどそこがどうなるのかっていう話ではあるんやけどただまああれやんねさっき言った通りツーイークチャレンジとかの分のまあ,あのガチャポとかもらえそうな感じはするからまあ、その辺で補ってよねっていうことになるのかな。 これクラス到達報酬とかもあるやんね。このガチャポじゃなくなってしまうから、まあ、レート3000円してたら500ガチャポイントもらえるんやけど、まあ、それが、まあ、5枚分、あ、5枚分どころじゃないのか。10で1枚やったらこれ50枚分ほんだら星足確定があ、そんな引けたらあかんか。 そうなってくるとさ、10ガチャポのやつって0.1、あ、ほんであれか、100枚集めてみたいな。うわ、結構気遠くなりそうやな。そうなってくると結構やばい気がするんやけど、ちょっと皆さんどう思いますまあ、今なんかね、毎日無料の分と、あとま、あ広告のやつ見たら合計でね、1日9回もガチャ、あの、普通にね、あの、引くことができるからさ、ガチャポとかいう概念がなくなる可能性もあるにはあるかなと思うんですよ。だって、あれやんね、その後の新キャラ追加に関しては、 未定ではありますががっていいいうことはもう新キャラが登場しない可能性もあみんなの意見次第ではね、まだあの新キャラ出す可能性もあるっていうことをここには書いているんやけどさ、シーズン3の反応を見て、まあ、検討いたしますとのことなんで、まだ決まってはないんやけど、まあ新キャラ出ないってなったら、あ、でもこれも期間限定なんかな、1日1回無料とかも。 だからほんまにガチャポとかさ、保証確定とかも,もう特にいらんくなるよね。だって今までのキャラクター全部持ってる人やったらさ、もう新規解放転生すべて対応できるわけでしょだからまあそれこそあれか、キャラゲーというのがなくなるっていうことなんですかね。この様々なキャラを使って、まあプレイヤースキルを競う環境にっていう。まあシーズン2の時にもね、それを掲げていたんですけど、まあ達成できなかったじゃないですか。まあ結局、まあキャラゲーキャラゲー言われていたかなと思うんですけど、今回に関してはマジでこの新規解放 のみになっってしまった場合はですねもう同等に戦える強さになってもうほんまに PS だけの勝負になってしまうのかっていう、まあ、それが果たしてね面白いのかっていう問題もあるかなとは思うんですけどまあ,あのそこは皆さん次第かなまあ一応だから全員まあ新キャラ使えるみたいなことになるから、まあ、いかに使いこなせる影になるのかな。 あと、あれか、期間か。期間に関しては、6月5日の16時からとしか書いていないから、これから一生涯、これは残り続ける可能性ありますね。まあ、まだ未定っていうことなんかもせえへんけど、まあ、これでまあ、毎日無料と、まあ、動画の分見とけば、まあ、ある程度ガチャは、まあ、キャラは手に入るみたいな感じになっていると。まあ、僕もそうなんですけど、まあ、このね、キャラプレイ残してる方いると思うんですよ。このランクアップキャラプレイであったりだとか、まあ、6.5周年の星4キャラセレクト、あ、これもうすぐ終わっちゃう。 1> 8月1日、まあ、まあまだあるけどもう、まあ、これもなくなっちゃうからまあ早めに選んでもいいのかなとかも思ったりするんやけど俺が持っていないキャラクターに関してはこんな感じだいぶ減ってきましたねもうあの一時すごかったんですよ僕キャラプレイで言うたらほんまにね今スクロールした下のとこまでびっしりあるぐらいキャラ持ってなかったんやけどやっぱりまあ23年ねまたやると、まあ、結構ね手に入ってはいるんやけどでも俺こんだけ持ってないんやだからこの子たちが新規開放転生来たらまあここで取るのもありやしもしまあラ ランクがねまだ100とかに到達していない方に関してはですねランク25355075100の時にがが合計5回かなあのもらえるっちゅう感じになっていますんで まこれでも手に入れることができると。で、まあ、このランクアップキャラプレイに関してはですね、まあ、さっきよりちょっとだけキャラクターの数増えてるかなと思うんですけど、まあ、限定キャラクターですね、まあ、こういうキャラクターたちはランクアップキャラプレイでのみゲットできるみたいな感じになっているんで、できるんであればランクアップキャラプレイに関してはですね、この限定キャラクターを選んだ方がいいのかなとか思ったりはするんやけど、ただまあね、もうすでに新規転生、まあ、新規転生来てから、まあ、再調整とかもあったりするから、まあ、結局、<laughs> 結局、まあ、 持っててもいいどうなんやろねまあ、なる優先的に引くのかっていうのと、あと、これからキャラプレが登場するのか問題。あ、でも一応あれか、交換所の、なんか、1週間でやったかな ?250 点。あ、それじゃなくなったんか。50試合するってなったんかな確か、ま50試合したらですね、プレミアメダルもらえるんですよ。で、それを40個集めると、まあ、結構ハードル高いんですけど、あの、まあ、それを集めることによってですね、このね、星4確定の、まあ、キャラセレクト券もゲットすることができたりはしますんで、 まあ、それで、まあ、コツコツ集めていくことになるんかな。一応、まあ、プレミアメダルに関してはね、昔の、まあ、シーズンラケット、もうこれ以上で、ね、まあ、登場してない可能性が非常に高いかなと思うんですけど、まあ、だって過去2回分のシーズンラケット登場してないでしょ。なので、多分、まあ、もうこれらだけになるんですよ。あとは、まあ、課金ラケットみたいな感じになると思いますんで、まあ、ここで欲しいのがあったら、まあ、それも、まあ、交換するけれども、まあ、正直、課金ラケットくらいしかあんま使わへんのんちゃうかな。まあ、あの、持ってない人に関してはですね、まあ、ヘイリオブライターも、 無難中の無難で、すよねでその次に、まあ、割とたまに使えるのが、ブレス・オブ・ラーハとかも、オラクルとかも、まあ、ある程度使えるでしょう。でも、ゼウスをまあ、使ってもいいかなって感じで、アレスはめちゃくちゃダメージ入ったりするんで、まあ、これも持っといた方がいいかなと思うんですけど、まあ、その、あの、話に関してはですね、前にね、シーズンラケットおすすめ強いのみたいな感じの動画出してますんで、まあ、そういうのをね、あの、参考に選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。あと、あれやね、シーズンメダルの、このガチャポイントに関しても、特に書いていなかったから、まあ、 あるる程度はもらえるんかだってこれあれやんね。2週間ごとぐらいに千ガチャポを手に入るでしょ。これだけで。なので。 まあ割とガチャ自体はまだ引く感じになるんか。ただまあエンマ以降のね、新キャラが出ない可能性もあるんで、<laughs> なんせまああの、明日新規開放点制来るじゃないですか。あの、今日グラマスなんで、あ、今日今日やったっけあの、グラマスあるんで、あー、これ皆さんある投票してくださいよ。投票するだけでですね、外しても50ガチャポイント、当てたら200ガチャポイントもらえるっていうものありますの、ね、で、ぜひやってくれたらなと思うんやけど、まあこれがある、 シュは、まあ、次の日に新開を天生なんでね。まあ、明日新開を天聖が来るんやけど、まあ、その次のシューって、まあ、普段やったら、ま、新キャラやったじゃないですか。まあ、前回で言うと、この期間エンマだったかなと思うんですけど、これ以降のキャラクターに関しては、もう出ないかもしれないということをね、まあ、ここに言っていますんで、まあ、多分、コーのチャーから普通に新規解放天生のキャラクター来ると思う。なんせ、ま、皆さんからで意見をさ、まあ、見てから検討いたしますって書いてるけど、最近上さ、ん結構遅れがちやん、キャラクター登場させたりすんの。だから多分ね、そんななんか一緒 1週間とかでは新キャラ作れないと思うんですよなのでまあ少なくともまあ、次の新キャラ来ないんじゃないかなと勝手に思っていたりはするんですけど まあまあまあ、それは来てからのお楽しみですね。あとまあ、このなんかディスコードサーバーとかもね、なんか近々独自でイベント大会等を開催することができるみたいなのが、あの、出てくるはずなんで、まあ、こんなんも、まあ、ぜひ楽しみに待っていただけるといいんじゃないかなっていう感じですね。まだちょっとね、未確定な部分が非常に多いんですけど、とりあえずですね、直近で言うと、まあ、あの、来週ですね。はい、こちらに書いている通り、6月19日からまあ超絶レアメダルっていう新しい要素が追加されますんで、まあ、そのラインナップとかも、ね まあちょっとあの気になってくるところではあるんですけど、まあ、最新のキャラとかあとまあコラボキャラとか入ってくれたらめっちゃ嬉しいねんけど絶対入れへんのよねそこはコナンとかハローキティとかもおったんじゃんあと初音ミクとかねそんなのとか入ってたらすごい面白いなとか思ったりするんやけどまあそれはないと思うんやけどまあとりあえずまあこのラインナップも楽しみに待っておきたいと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ。